今年も73年前のこの襦袢が活躍します。これね、肌を折って白髪の染めてもらって、うん、こうして作ってもらってきた、うん、そっくりしてる場合やっぱり品物がいいから絹だからね。晴れ姿のひ孫、菅野優斗くん。赤一番なんては私嫁に来た時持ってきたやつ6人来たよ。私の息子と孫3人と子供2人来たから。今年の祭りは4人の若者が大役を務めることになっていました。社会人1年生の菅野凛くん。まあ社会人になって別になんか恩返しはなんかできてきたらなって思うんですけど、自分がやっぱ今度は家族を支える番かなって思います。接骨院の開業を目指している武藤翔真くん。将来的には、まあ、こっちで開業っていうか、まあ、うまくできたらいいなっていうのは、地元の方に支えていただいたので恩返しみたいな形ができればいいなと思って。最年少の高校1年生阿部祐樹くん。建物のなんか密集したところはちょっと苦手で、だから僕こういう自然あふれたところは結構いいなっては思ってますね。華やかな行列が続く木幡の幡祭り。こんな伝説があります。源氏の軍勢が奥州の豪族を攻めた時のこと。戦に敗れ木幡山に追われてきました。八幡太郎義家らを救ったのは雪が積もった杉の木。敵にはそれが無数の源氏の白旗に見えたのです。祭りにはもう一つ大切な儀式があります。険しい山の奥にあるこの巨大な岩を木幡の人々は遠い昔から御神体として崇めてきました。ここで若者が大人になる成人儀礼が行われるのです。ただ去年は9月になってもコロナ禍が収束されませんでした。新型コロナウイルスの蔓延が行く手に立ちはだかったのです。しかしなんでかんでやろうって言って、まあ、東日本大震災の時もやったんだから、こんなことでくじけてはいけないみたいな、うん、コロナ禍の祭り、困難に挑む小さな集落を追いました。祈りの山、若者が大人になる日。日本松市木幡地区、里山の美しい風景が広がっています。少ない平地に集落が点在、かつては桑畑が広がり養蚕農家が多かったといいます。1960年代まで日本の代表的な輸出産業だった絹織物。福島県の県北地方はその産地で、絹製品を運び出す専用の線路までありました。近年注目されているのが荒れた桑畑を利用して栽培されているブドウ。8人の農家の男たちが大震災の年に苗木を植え、収穫できるようになるまで4年。そしてワイン作りが始まったのです。蚕の共同飼育所がワイナリーになりました。これが福島農家の夢ワインの共同経営者たち。
今では彼らのワインは JR 東日本の豪華列車で振る舞われるまでになっています。武藤さん、これ写真いっぱい出てるのは何ですか？これは今年カレンダー作るのに選んでるわけですね。白旗が一番先。夢ワインのメンバー武藤隆俊さん。実は武藤さん、ここ13年旗祭りの総大将を務めています。ソフトな口ぶりですが、旗祭りには強い思いがありました。ちょっと気分を縮小してもやっておかないとお祭りはダメです。続けてやらないと。震災の時もやったし、震災の時も屋根だらえぶっていう声があったんだけど、宮司の一声でなんでかんでやると。阿武隈の山々の向こうが原発事故で全町避難になった浪江町です。2011年3月ここ住民センターに200人近くもの人たちがバスや車で次々に避難してきました。木幡の住人たちはストーブや食料品を持って駆けつけ、途方に暮れている浪江の人たちを迎え入れました。何の情報もなくバッと来たんだよね、バスでね。で、私ぐらいの小柄のじいちゃんなんだけど、何にも持ってこない。で、手帳持ってきたかと思ったら、手帳一つだけ、靴下も入ってない。そういう状況で、もう自分でどこに、すぐ帰れんだなって言って、バスに乗って帰ってきたけども、2週間、3週間くらいいたのかな。2011年は旗祭りもピンチに。阿部さん、それは何の地図ですか？これはですね、当時旗祭りの経路の放射線量を実行委員会で測定した時の資料なんですね。全27箇所ぐらい線量を測ったということで、他のお祭りも軒並みやはり中止になってた中での旗祭りの実行ということだったので、やるのかっていう疑問な声もあったのは当然、大丈夫なのかっていうことで、これで線量は低いから大丈夫だよということで始まったわけ。あの時も復興のために結局負けないという頭でやろうとしたんですね。みんなの熱い思いで実現した旗祭り。遠い町に移っていた浪江町の人たちも駆けつけてきたといいます。コロナの猛威がまだ続いていた9月、旗祭りの実行委員会が開かれました。同社と呼ばれる9つの集落から代表者たちが集まってきます。すでに2年続けて規模を縮小して祭りを開催することが決まっていました。この日の議題は集落ごとに奉納する旗の本数など具体的なことです。旗本数ですが、五反旗ですね、先達、二郎旗、これはそれぞれ1本以上お願いいたします。あと三反旗、これは可能な本数をそれぞれお願いいたします。はい、旗の本数が可能な限り奉納されたいとなっちゃうと、全員仰ぐとなると相当なまだ人数になっちゃうと思うんですよ。いや、真ん中あるって言うんだから、それをどこだし弟子子どもいるもんだ、だべ狭い空間にいるわけでねえわけだから、だってある程度の本数投げれば肌の形としても見栄えもしないし。結局大幅に規模を縮小した前の年よりは
少し本来の姿に近い形で開催することになりました。ある日のこと、一人山に登るという武藤さんに同行させてもらいました。今回の祭りには特別な思いがあるようです。あのコロナであの運動できなかったからちょっと足腰が期待が出されなかったね。武藤さん、祭りの総大将はそろそろ潮時かと思っていました。ここは若者が大人になる神聖な儀式が行われるところです。その儀式について民族研究家の掛田さんはこう言います。山に入るっていうのは一旦死後の世界に入ることなんです。でそれ降りてくると生まれ変わると、生まれ変わるから二度と亡くなることはないんだ、長生きするんだって、そういう考えなんですね。それでここもですね、厳しい決裁をして身を清めて、特に成人になった男性ですね、これ成人儀礼って言うんですが、この大きな岩の割れ目をですね、くぐり抜けることによって生まれ変わるんですね。武藤さんがやってきたのは葉山神社。社が立っているわけではありません。かつて御神体とされていた岩が神社なのです。葉山信仰というんですけどね、葉山というのは非常に身近な祖先に近い神様ですから、信頼を受ける、ね、あの頼りになる神なんですが、その一方で非常に厳しい神様ですから、水漏りを取ったりおこもりをしたりしないとなんか願いを叶えてくれない、そういうですね、厳しさの面でもあの日本の大きな特色を示す信仰の一つだと言っていいと思います。成人儀礼に参加するゴンダチと呼ばれる若者の一人、菅野凛くん。保線工事の現場が彼の職場です。祭りを前にどんな気持ちでいるのか凛くんに尋ねました。楽しみにしてたり、やっぱこれでやっぱ少しでも大人の仲間にできたらなって思いますね、はい、そういう年になってね、やっぱり参加できて、まあね、嬉しいやら何やらもうちょっと行動派になってもらいたいなと思うんだけど。じゃあ祭りを機に。祭りを機に。どう変わるか。ゴンダチ二人目。リン君と幼馴染の武藤翔真くんです。柔道整復師の国家資格を取りたいと。郡山市の医療専門学校に通っています。翔真くんが生まれ育った小畑で接骨院を開きたいと思うようになったきっかけは、中学生の時に味わった挫折でした。でもまあ小学校からまあずっとまあ陸上競技にずっとやってて、中学校の頃にちょっと大きな怪我っていうかのをしちゃって、地元の人たちにはまあそういう心、まあ、精神的な感じでサポートをしていただいて、まあ、楽になったんですけど、自分と同じような立ち位置になっている子たちにサポートできるようになれたらいいなっていうのはあって。ゴンダチちょっとやってって言われた時、はい、正直にどう思いましたか？正直に、まあ、よくまずそもそもがちょっとよくわからないっていうか、何やったりするのかなっていう、まあ実際自分が経験しないと分かんないこともあるだろうから、そこはやっぱりこうね、どんどん、自分の経験値としていろんなことをやっていってほしいかな。ゴンダチ3人目は高校1年生の阿部裕樹くん。裕樹くんは
どちらかといえば物静かなタイプ。将来の夢にも現れています。なんかプログラマーとかになってみたいなって思ってます。アプリとかをなんか作ったりする職業になんかつきたいなって思って。お肌どうですか？嫌いではない？嫌いではないです。僕はあんま人混みとか苦手なんで、こういうなんか自然あふれるとこがやっぱ空気も美味しいし、なんかいいかなって。病気もなしに、怪我もなしに、まあ順調に育ってくれたのが一番嬉しいですね。ゴンダチ4人目は仙台の大学に通う菅野優斗くん。この日は新型コロナウイルスのワクチン接種のため帰ってきていました。ひいばあちゃん。ひいばあちゃんです。お父さんのおばあちゃんで、ゆうとくんのひいばあちゃん。こんたちは赤い、一番目でながら来て、こんたちがから、私は、嫁に行くときに来た、地盤つかな、うん。それを絹の穴で染めて、こう、あれたもんだから、それをずっと孫か、息子から孫から、彦まで来て。来てますね、同じの。あ、年季が入ってる。あ、お母さん、それですか、それですか。そうそう、まあ、今の柄じゃないんですけど。いやー、でも鶴はいつまでも鶴だね。あ、本当だ、鶴の、うん、ね、そっくりしてるわ。やっぱり品物がいいから絹だからね、うん、そんなみんな着てるっていうのも知らなかったんで、今初めて聞いたんですけど。ひいおばあちゃんの赤い襦袢、そこには家族の歴史がありました。祭りまであと1ヶ月。はいよ、はいどうぞ。はいどうぞ。重たいですよ。重いだぞこれ。どうぞ。いいねー、おー、いい。祭りのシンボル、大旗が立ちました。うん、やっぱりこれだよね。うん、どうせやんならこれ食べるんだね。幸い新型コロナは落ち着きを見せていました。いよいよ小畑は祭りモードに入ります。ホラ貝作りが始まりました。佐藤さん、スミリでいいの？ホラ貝といっても、小畑では霧の生木で作ります。教えるのは長老阿部正義さん。炭火を使い霧の木の芯を燃やしていくのですが、なかなか難しいようです。これは火いっぱい入りだんじゃダメだから、いっぱいいったらダメなんだぞ。まだこっちは危いや。何度も失敗を繰り返し、その度に阿部さんのきつい言葉が飛んできます。ふきんのふきっぴダメだこれでは。もう細くなんねえかダメだ、あの空気でいっとくわ。あ、ほうがいい、うん、あ、なるほどな。みんなしていこう。仲良くできるのがお祭りの下準備ですね。穴が貫通したら皮を剥き、全体の形を整えていきます。まあ太さもあるけどね、はい、最後に竹の吹き口を取り付けます。これで一応完成。どうですか？がどうした？いまいちだね。いまいちですね。まあまあ、太鼓も笛もない小畑の旗祭りでは、このホラ貝が祭りを盛り上げます。
はい、それでは切らせていただきます。はい、山の神様にお祈りをして、伐採したのは漆の仲間、ヌルデの木。そのヌルデを使い、ゴンダチが身につける太刀や袈裟を作ります。ゴンダチとしてそれを身につける本人、リン君とショウマ君も手伝っています。いいのもなんですね。同級生なのリン君とショウマ君。あ、そうです、はい、半分に来て使ってきた。それは喧嘩はないよ。あんま喧嘩しなかったですから。したことないですよね。したことないよ。幼稚園の頃からずっと一緒だったリン君とショウマ君。ふと気がつくといつもそばにいたといいます。祭り前日、男たちが取り組んでいるのは旗の重みで竹が折れないようにする作業。でこれをねじりながらこう一回転して、ここやっと緩まないでしょ。わらを巻きつけていきます。女性たちは総出で旗縫い、反物を旗の大きさに応じて3枚あるいは5枚と縫い合わせていきます。最後に外に出て、男たちが藁を巻いた竹に縫い付けて完成です。こちらは塩沢同社。集落の儀式が始まろうとしています。阿部祐樹くん、肩から下げている太刀、弾痕がかたどられています。完成したばかりの旗を集落の人たちに披露しながら、一行が向かったのは氏神様を祀る祠でした。小宮参りと呼ばれる氏神参拝です。夜、ホラ貝を合図に下帯姿の一団が奇声を上げながら走っていきます。やってきたのは神社のみそぎ池。前のほた背が高いから、あれ3番目ほだなで背高いから見えた。うん、はい、3番目。ひ孫のゆうとくんです。エッサ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 。ゆうとくんのほか3人のゴンダチの若者たちも参加しています。手桶で水を汲み、体にかける水ごり。明日、葉山神社に参拝するため、汚れを落とし、心身を清めるのです。
かつてはこの水ごりも同社ごとに行われ、体に水をかける回数などそれぞれ決まりがあったのだそうです。よーおめでとうございました。おめでとうございました。おめでとうございました。希望者は入ってもいいぞ。宮司の突然の言葉に緊張から解き放たれた権太刀の若者たち。明日、山の神様の前で大人になります。おはようございます。朝6時半。ゆうとくんの着付けが始まりました。鳥さんは大張り切り。何しろ自分が嫁入りした時の襦袢をひ孫が着るのです。聞いたらいいからばあちゃんに。おめでたい絵柄、鶴が描かれている鳥さんの絹の襦袢。菅野家の男たちは代々これを着て祭りに臨んできました。ゆうとくん立派にできましたね。ね、すごいね。こんなの受けたの。大人になっちゃった。なんだか胸がいっぱいの鳥さんです。着付けの仕上げは太刀と袈裟。弾痕の形をした太刀は一人前の男になる象徴と言われています。旗行列に参加する男たちが出発地点に向かっています。2年連続規模を縮小して行われる旗祭り。本来ならこの辺りも行列のコース。そしてこの石段は全国からやってきたカメラマンがシャッターチャンスを狙うポイント。8時半、出立式が始まりました。今年も、コロナ禍ということで、規模を縮小しての開催となりました。これから先私たちはこの歴史と伝統ある旗祭りを伝承し、伝えていかなければならない。スタート。ホラ貝が響く中、旗行列は小旗山を目指して出立です。4人の権太刀も横一列に並んで歩いています。まさに山里、木幡の初冬の風物詩。いつもの年はおよそ100本の旗が連なります。今年はその数28本。歩く距離もおよそ3分の2の6キロ。途中、見晴らしのいいところで一行が来るのを待っている人がいました。菅野凛くんのおばあちゃん、きみこさんです。今日は凛くんが大人になる日。きみこさんにとっても特別な日でした。
ちらちゃい。なだらかとはいえ、坂道がどこまでも続きます。旗は交代で持つのですが、やはり重労働。そこでたびたびホラ貝を合図に休憩します。はい、温めないといけないんですか。豚口が温かくないと音がスムーズにファーッと出ないよ。ガキってそういうものよ。だからずっとこうやって温めてる。そう、はい、若い頃からフルートが趣味という菅野義勝さん。ホラ貝も木幡切手の名手です。寺家公園を出発しておよそ1時間。ここで旗行列は二手に分かれます。ゴンダチの若者たちと彼らを率いる総大将などの世話役が行列の本体を離れ、険しい山の中に入っていくのです。普段はほとんど人が歩くことのない山道。4人のゴンダチには杉木立の中を続くこの急勾配の道も大人になる試練の一つなのです。ゆうとくんのひいおばあちゃん、とりさん、家でじっとしていることができず、寺家の集会所で待っていました。ゆうとくんのことが気がかりでなりません。幼稚園の時、お母さんいない時は私迎えに行ったりしてはいたけどもね、うん、ゆうとくんどんなお子さんだったんですか。まあなんつったらいいかな、めんごいめんごいめんごいで霜の降りた枯葉を踏みしめる音が静かな山に響きます。次第にみんなの足取りが重くなっていきました。多分雪だと思うよこれ。この巨大な岩を目指し山道を歩くことおよそ20分。世話役とゴンダチの一行がやってきました。とりあえずゴンダチは今最初高さ最高まで登っちゃうよ、はい、これから木幡の人たちが守り伝えてきた儀式が始まります。どうぞ、はい、じゃあただいまから祭りにおける成人儀礼としての体内くぐりを始めさせていただきます。それでは今朝を太刀を収めてください。まずゴンダチは太刀と袈裟を岩の前に収めます。かつて同社によっては太刀と袈裟どちらも身につけたまま儀式を行ったといいます、はい、それでは順次ゴンダチくぐりに入っていきたいと思います。体内くぐりとも言われる成人儀礼、全国でも
あまり霊を見ないといいます。ゆっくりでいいよ。ゆっくりゆっくりゆっくり。体ネズミの出てこいぞ。若者は岩の割れ目をくぐり抜けることで大人に生まれ変わるのです。岩から出てくると埋まったぞー。おー、当年のおえたこでん。祭りの総大将と大将が祝福の問答を繰り広げます。松の木の根っこに絡まる藤子と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。葉山神社のふもとに住む桜田道佐の凛と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。八幡太郎よしえと申す。おー、最後に呼ぶ名は決まって八幡太郎よしえ。そこには強い男への憧れが込められています。そこで火油線を下ろして拾っとくね。はい、じゃあそれで拾ってください。埋まったぞー。おー、当年のおいた御殿権度長馬なんと申す。向かいの安達太良山に住む太郎と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年のおいた御殿権度長馬なんと申す。小畑山ふもとに住む桜畑道佐の相馬と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年のおいた御殿権度長馬なんと申す。八幡太郎よしえと申す。おはい、こっち向いて、はい、こっち向いて下ろす、はい、で、拾ってもらっていいよ、はい、はい、埋まったぞー。おー、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。北の千貫森のふもとに住む一郎と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。弁天名水に住む塩沢道佐の勇気と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年の老いた御殿権度なんと申す。八幡太郎よしえと申す。これでっかい段なんだよ。はい、上手で、はい、埋まったぞー。おー、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。遠くの吾妻小富士の俺に積もった雪をと申す。いやいや、そうではないそうではない、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。沖須島神社近くに住む寺家道佐の雄斗と申す。いやいや、そうではないそうではない、当年の老いた御殿権度長馬なんと申す。八幡太郎よしえと申す。おその頃、旗行列の本体も勾配のきつい坂に差し掛かっていました。この坂を登り切ると半世時代、二本松藩の藩主たちが
狩りを楽しんだという高取場に到着。阿武隈山系の絶景が疲れを癒してくれます。でもやっぱここ来るとちょっとね、一安心かなっていう、ね、今までの疲れをここでちょっと癒してるみたいな。息子さん今向こうでやってるんですけど、どうです、気になりますよね。まあ気になりますね、本当は行きたかったけども向こうに、だけどやっぱこっちもあるんで、やっぱダメだなと思って、一生懸命感じてきたけども、でもやっぱ気になる、ゴンダチの成人儀礼はここ葉山神社に舞台を移し続いていました。次に行われる儀礼は食い初め。葉山の神様の前で乳がゆと言われる赤飯をいただきます。生まれて初めての食べ物、ゴンダチは箸を使わず器を口に運び直接食べます。最後に三拝みです。まず背拝み、母親に抱かれてお参りするとき、子供は神様に背を向けていることに由来するといいます。続いて横拝み、御畑山の方を向いて拝みます。そして正面拝み、神様に正面を向くことができるほど成長したのです。ゴンダチさん、ご苦労さんでした。では万歳三唱したいと思います。万歳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 。成人儀礼はこれで全て終了。4人は一人前の大人になりました。御畑山の山頂近くにある沖津島神社です。創建は奈良時代と言われ、1200年以上もの間人々の熱い信仰を集めてきました。胎内くぐりを終えたゴンダチと世話役たちが参拝します。旗行列本隊の一行も続々と到着。沖津島神社の境内で行列に参加した全ての人が合流します。コロナ禍の中準備をしてきた旗祭り、そこにはみんなの揺るぎない思いがありました。改めて小畑の旗祭りが歴史的にも、そして小畑地域においても重要な祭りであると再認識いたしました。万歳！万歳！万歳！阿武隈の山あいを山の神と人々の物語が風となって吹き抜けていきます。それがなんかやっぱその大人っていうなんか立場のなんか重みのなんか一つかなみたいな。これから自覚を持ってまあ貢献たくさんしてもらったらいいのに。思ったより幅が小さくてちょっと苦戦したところがあるんですけど、まあ、お母さんとかまあ出産する時もそんな感じで苦しんだと思うんですけど、まあ、今まで育ててきてくれて、まあ、感謝はしてます。これからもっともっと社会に揉まれて、これが社会だっていうのが分かれば成長していくんじゃないですかね。
これからもやっぱ自分はこんな恩返しする番だなと思って、はい、頑張りたいと思います。ちょうどのなったなんかの雰囲気的にな。でもまだ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 もうちょっとだな。ここか。はい、いいね。あ、いいね。はい、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 一皮むけたかなと。大人になるこの、まあ、体内訓練が少しこれで成人を迎えて、まあ、大人になっていくんだなと。3、2、1、確認して。はい、ありがとうございます。はい、おかえり。いいぞ。どうもね、頑張ってきた。行ってきた。お疲れ様でした。ちょっと疲れたような格好だったが大丈夫だね。おばあちゃんとみんな今まで来てきた人の分の力をもらって上まで行くことができたと思います。いや、いいしだ。ますます長生きできるわこれは。日本は生きている。季節が一つ一つつながるように大切に受け継がれていく日本がある。祭り、人を一つにする無心のエネルギー、そんな生命力を求め人は祭りに帰ってくる。祭りの力を日本の力に、その思いを胸に大道グループもまた一人の祭り人としてふるさとの祭りを見守り続けている。この国のどこかで今日もあったかい、うん、日本の心のすぐそばに大道グループ。